どうもこんにちは、読むラジオ聞くラジオの陣内俊です。この動画は FVI 声なき者の友の輪の YouTube チャンネル Voice for the Voiceless が提供する、神羅万象を語るオーディオマガジンコンテンツです。動画を見て興味を持った方は、説明欄にあるリンクから無料メルマガ陣内俊の読むラジオにぜひご登録ください。まずですね、この動画はタイトルの通りラジオですので、動画の画面を見ていてもほとんど変化はありません。なので、運転や家事やお仕事をしながら耳のお供として聞いていただければ幸いです。YouTube の画素数を、設定落としますとデータ通信も節約できますのでおすすめです。で、今回はですね、新しいコーナーをね、やっていきたいと思います。今回のコーナーは、すぐ役立つ知識という、シリーズをちょっとやってみたいんですね。で、このコーナーではですね、年間300冊本を読む、僕がですね、すぐ役立つ知識を語ります。で、小泉進三というですね、元慶応大学の学長の人が、すぐ役立つことはすぐ役に立たなくなると言ってますので、まあ、すぐ役立つ知識ってどうなのよという話もあるんですけれども、できればですね、すぐ役立つというところからいつまでも役立つことに到達するようなですね、語り方をできればなと思っております。で、皆さんの家庭、仕事、勉強、人間関係などに役立つ、知識を、少しずつですね、短く提供して語っていければなと思っております。で、ですね、今回ご紹介したいのは、ですね、ハイディ・グラント・ハルバーソンという人が書いた誰も分かってくれないという、本がございまして、これはですね、早川書房というところから、2015年に出版されている本です。で、この本はですね、まあ、誰も分かってくれない、という、まあ、タイトルが表す通りですね、多くの人はというか、ほとんどの人は自分は人に正確に理解してもらってないというふうに思っているんですね。で、著者はですね、心理学者なんですね。で、心理学者なんだけれども、この人、女性でして、で、旦那さんに毎回ですね、自分の書いたその心理学の、まあ、彼女は専門家なんだけれども、一般の人にも分かりやすく、まあ、心理学的に、考えるとこういうことってどういうふうにしたらいいんだろうかみたいなことを本にしてきたんだけれども、ある時、旦那さんが確かこう、まあ、会社の経営者だったか、企業で働く重役だったか、どっちかで、で旦那さんに毎回読んでもらうんですって。で、これどうと、一般の人から見てすごく興味深い内容だと思うってことを聞いて、で旦那さんが OK だよって言ったら、まあ出すと、そんな形で、で、ある時に、まあ、どんなことを一番心理学的に解説してもらいたいのっていうことを旦那さんに聞いたところ、自分をこう正確に理解してもらうにはどうすればいいのかっていうことを、まあ、企業経営者であれ、会社の上司であれ、管理職であれ、みんな知りたいと思ってるんじゃないかなっていうことを、言ったんですね。あ、これはいいなというふうにハイディさんは思いまして、この本を書いたと。で、この本には、なんだろうな、まあ、心理学的になぜ人は誤解されるのかということを、まあ、すごく丁寧に、説明されているんですけれども、一番のポイントは、その人間って、バイアスを持っているわけなんですね。なので、そのバイアスに基づいて、人間は人、他人を理解するので、なので一回誤解されると、その誤解って簡単なことでは解けないし、一回イメージが固まってしまうと、それってそれを変えるには、人間ってね、認知負荷っていうのがかかるっていうことを、彼女は言ってるんです。
で、認知負荷っていうのは何かというと、自分がこう思っていたんだけれども実はこういうものなんじゃないかということを認識を改めるということですね。で、心理学の世界で分かってきているのは、人間というのは基本的に認知的ケチって呼ばれるんですよ。つまり認知負荷をなるべく下げよう下げようとして行動するんですね。これ無意識の世界で、なので、A さんは例えば、A さんはもう第一印象で、A さんはせっかちだというイメージを誰かが持ったならば、せっかちじゃない行動を A さんが何回しても何回してもその認識は改まらないっていうんですよ、なかなか。なぜならそのせっかちじゃないという A さんのイメージを持つためには、その人は認知負荷というものをかけて認識を改めなきゃいけないわけですね。で、いろんなバイアスによって、歪むわけなんですよ。そのある人がある人を認識しようとするときに、で、僕だったら、僕以外の誰かというのは必ずその人なりのバイアスを持って僕を見ているので、ありのままの自分という僕という人間を、ありのままに見てくれる人というのはまずいないと考えて間違いないわけです。で、さらにもう一つ難しいのは、実は人間は自分自身を見るときにもバイアスをかけて見るんですね。これは自己中心バイアスとかって言われるんですけど、ほとんどのドライバーは自分は平均よりも運転がうまいと思っているという統計結果があって、これは客観的であるはずがないんですね。はい。もしそれが事実だったら平均が底上げされるはずなので、ありえないことを主観的に人間は思っていると。でもこれは自己中心バイアスと呼ばれるもので、なので自分自身の自分が自分を見る目も歪んでいる。そして他人が自分を見るときに必ずバイアスによって歪んでいると。で、ずっとバイアスバイアスって言ってるんですけど、バイアスというのはちょっと、分かりづらいという人は、そうですね、度の入ったメガネだったりとか、カラーレンズですね、そういったものというふうに考えてもらえばいいのかなと思います。で、そのカラーレンズを、一回かけられてしまうと、それを外すっていうのはすごく難しいっていうことですね。それを外すにはどうすればいいかっていうのを一つ一つですね、丁寧に、解説しているのがこの本で、非常にですね、この本自体日常生活に、とても応用可能な、役に立つ知識がたくさん詰まっているんですけれども、今日取り上げたいのは、やっと本題に入るんですけれども、一個だけです。それは人を褒めるということですね。その時に大切なことっていうのを心理学的に、著者が、明らかにしている、箇所がありまして、それをご紹介したいと思います。156ページにこう書いてるんですね。注意する必要があるのは、人は周りから肯定的に見られたいと思っているだけでなく、自分が自分を見るように他の人からも見られたいと思っているということです。心理学者はこういう欲求をセルフバリフィケーション、自己確証と呼びます。これは誰にも共通するとても強い欲求です。人は、自分が全くそれに値しないと思っているような賛辞ないし批判を受けると不快な気持ちになります。相手が自分が持っているはずがないと思っている特質を褒めたりすると全く逆効果になるわけです。それを避けるには事実に基づいた肯定だけを行うことです。つまりあなたが直接知っている相手の能力や実績、本物であると分かっていて心から認めている相手の特質に関して肯定しますというふうにあるんですね。で、人の褒め方というかですね、人を褒めるっていうのはすごくすごくすごく大事なことで、多分その管理職であったりとか、何かのリーダーになる人が人を褒めれないというのはかなり致命的な欠陥というかですね、損失だと思うんですよね。人間って誰しも褒められたいわけですよ。で、褒められるとモチベーションが上がりますし、
褒めることによってそのグループの雰囲気も良くなりますし、で逆に褒めることが下手な人が、リーダーだとそのグループっていうのはどんどんギスギスしてきたりとか、雰囲気が悪くなったりとか、モチベーションが低下したりするわけですね。なのでリーダーというのはそのまあなんか頑固親父みたいな性格でとか口下手な性格で僕は俺は褒めることができねえんだみたいなことを言うのは自由なんですが、それを言ってる限りいいリーダーには、なりづらいし、いい仕事人として、機能しづらいということだけは認識しておいた方がいいんですよね。なので自分のパーソナリティというか自分は褒めるのが下手だという思い込みを一回捨てて、それはもう技術だと割り切って褒めるということを、していくことが、実は仕事において皆がパフォーマンスを上げる、つまりまあ管理職とか会社の社長さんとか、まあ、教会のリーダーとか、まあ何まあ、チームのキャプテンとか、あらゆる、人を率いていく人というのは人を褒めるという、技術を磨いていく必要があるし、これは非常に磨く価値のある、技術なんだけれども、これが本当にですね口で言うほど簡単ではないわけです。で実際ですね、褒めることに関する本って何冊も出ていまして、僕も、何冊か読んだことはあるんですけれども、割とですねこの今指摘したハイディさんが言っていることを指摘している本というのは少ないなと、思いましたので、ここでご紹介しているわけなんですよ。で褒めるという時に何だろう、こうなんかもうすごいとか、とにかく何だろうな、もう無差別的に褒めるというかですね、もうとにかく肯定的な言葉さえ発すればいいんだという発想というのが、まあ極端な、形だとありまして、もうかっこいいの、かっこいいねとか、服が似合ってるね、優秀だね、すごいね、文章がうまいね、仕事ができるねとかね、もう何でもかんでも褒めりゃいいやみたいな、もうだんだん分かんなくなってきて、もう言葉もなくなってきて、もう素晴らしいみたいな、素晴らしいに終始するとか、すごいを言いまくるとか、そういうふうに、なりがちなんですけれども、それってまあ褒め方としてはちょっとなんだろうな、レベルが低いというとあれですけれども、高度な褒め方ではないわけですね。で、まあ、雑な褒め方というか、でハイディさんが言ってるのは、そういう雑な褒め方を多用するとむしろ逆効果になることがあるよというのが、彼女が指摘していることで、それはなぜならば、人間にはもちろんその自己を高く評価してほしいという欲求もあるわけです。これは何だろうな、例えば自分の基礎的な能力であったりとか外見であったりとか、人格であったりというとか、そういうものが低く評価されるとすごくまあ傷つきますよね。でも高く評価されれば人間は誰でも嬉しいんですよ。でもそれだけで終わらなくて、人間にはもっと根源的な欲求として、ありのままに見てほしいという欲求がその前にあるわけです。彼女はこう、人は自分が思うままの人物だと思いたいという欲求があるというふうに、表現していますね。でこれを、セルフバリフィケーション、自己確証と呼びますと、ここでは書いているんですけれども、つまりですね、ありもしないことで褒められたりとか、なんか根拠もないのに褒められたりとか、しても人間は嬉しくないどころか、むしろそれによって感情を害するようなことすらあるんだよということを知っておくことは非常に重要です。そうなりますと、じゃあどうやって褒めればいいのかということになるんですけれども、そうなりますとですね、その人のありのままを指摘するという褒め方が多分この文脈では一番大事なわけですよ。で、自分が思うままの人間だと思いたいわけですね。としますと、例えばまあ
管理職ならばどのように褒めるかというと、その人をまず観察する必要があるわけですよね。で、10人の部下がいたとしたら、 A さんも B さんも D さんも E さんも、みんなですね、それぞれに、違うはずなんですね。で、その中で A さんなら A さん、 B さんなら B さんで、事実に基づく肯定的なことというのが必ずあるんです。人間というのはどんなダメな人間でも、必ず、いいことがあるんです。1ミリは、その1ミリを捕まえて、その1ミリをその1ミリのまんま指摘してあげるというのが、この文脈でいういい褒め方なわけですよ。で、例えばですね、もう本当にフォローのしようのないほど、仕事ができない、H さんという人がいたとしましょうね。その部署の中に。でも、その部下が、それでも1ヶ月観察したら、必ずいいところがあるんですよ。それ1ミリでもいいんですよ。1ミリでも。で、その1ミリを膨らませて褒めるんではなくて、その1ミリを1ミリのまま指摘してあげるわけです。それが、その思うままの人物だと思うという文脈で褒めたことになるということです。例えば H さんがですね、そうですね、そうだな、いつもだったら、報告書を、書くのに、ものすごく時間がかかると。H さんね、H さんのところでもう報告書がもうどんどん溜まってって、そこがもう仕事のボトルネックになってると。で、みんなイライラしてると、そういう状況だったとしましょうね。で、H さんがでもいつもだったら、もうずっとこれはもう本当に観察してないとできないんですけど、いつもだったら、例えば、1週間かかる報告書を、じゃあ5日間で仕上げたとしましょう。で、5日間も、別に人と比べて早いわけではないわけですね。早い部下はもうその日のうちに報告書が上がってくる。しかも正確だと。でも H さんは5日間後に、じゃあ今回は報告書を書いたとしたら、その2日間短縮されたというのは、紛れもない事実なわけですよ。で、それが人より優れているというところまで言っちゃうと嘘になるんですけれども、君は、前回までは7日間かかっていたけど、今回は5日間でできたね。これでいいんですね。その先何かを言う必要はないんですよ。故に君は書くのが早いとかっていうと嘘になるから。でも、その2日間短縮できたという事実を指摘するということが、この文脈でいう褒めたことになり、そしてこのセルフバリフィケーションという欲求を満たしたことになるよと。で、こういったことの積み上げが、もちろん優秀な人ならもっとね、褒めることは簡単だと思うんですけれども、でも優秀な人って実はですね、その褒められた時の解釈も優秀ですから。だから雑な褒め方をすると、その人は実はちょっと、この上司は、ちょっとあれだなと。なんだろう、もしその部下が自分より優秀だった場合、この上司はちょっとボキャブラリーが足りないなとかなったりする可能性もあるので、優秀な人を褒めるのはそれはそれで難しいんですよ。この時も有効なのがセルフバリフィケーションで、その優秀な人が優秀な人なりにこだわった部分、今回はこういうところを改善したんだぞっていうところが多分あるんですね。で、それをしっかり観察して、あ、ここ変えたとかって言える上司っていうのは、その優秀な人にとってはもうむちゃくちゃありがたい上司で、あ、もうこの人についていこうと思わせる力があると。なので、管理職とかリーダーというのは、しっかり人を観察するっていうことが、今まで話したことの中から非常に重要だということが、分かっていただけたんじゃないかなと思います。なので、褒めるということに集中するというよりも、観察するということにまずは集中するっていうのが非常に大事なんじゃないかなと思います。はい、というわけで、動画をご視聴くださりありがとうございました。気に入ってくださった方は、右下のベルマークを押して、チャンネル登録をしてくださいますと嬉しいです。それではまた。